で、自分たちの商品とかサービスっていうのをわざわざ考え出さずに横流ししていく。はい、どうもこんにちは、増田拓です。今日はですね、商品を作らずにアイディアをパクれってことでですね、商品は作らない、じゃあ何をすれば売上が上がるようなビジネスができるのかってことですね、お話ししていきたいなというふうに思いますけれども、はい、これ何ですか？これ何ですか？商品は基本作らない。そうですね、なんかこう自分で自分のビジネスする上でこう商品作りたい、なんかサービスを販売していきたい、でもどうやって作ったらいいんやろうなっていう人向けに、まあ増田先生なりにこうなんて言うんでしょう、過去にこういう参考の仕方してきたよ、パクリ方してきたよ、だからこういうふうに商品って作っていく、こう考えればいいんだよねっていう、その辺を聞かせていただければっていう感じ。あの日本一本を読んでいる19歳の少年が絶対10代、20代、30代、40代のうちに絶対読んどいた方がいい本を年代別で10冊発表してるっていうのがサイトが1個あるんですよ。それね、めちゃくちゃむちゃくちゃアクセス高いんですよ。何がすごいかって、日本一にあのビジネス書だったりとか、その本を読んでいる人たちがその目的別だったりとか年代別で読んでるようなものをやってるから、多分そのサイトだけで多分結構1日に5万か10万ぐらい稼ぐんじゃないかな、出てきます、わかんないですけれども、聞いた話なんで。で結局のところね、これだって別に何も作ってへんくって、本屋さんに行って本読むらしいんですよ。純駆動だったりとか丸善とか行って、1日どれぐらいの本読むかって、100冊読むんですって、本屋さん行って。結局のところ何が言いたいかって言ったら、情報そのまま売ってるわけじゃないですか。情報ビジネスなんてまさにここですけれど、ただ聞いた情報を人に売ってるだけなんで、何にも経費かかってなくないですかって話ですよね。これ今 YouTube 見てくださってる方、経費かかってるんですかって話ですけど、これ何でしょう。まあ、ネット喫茶に行ってるんで、ネット喫茶の1時間の500円払ってますとかって、それで経費って言わへん、女もボケで。結局のところは自分たち思いついたことをこういうビデオで話していって、お客さんたちだったりとか企業とかから、例えば YouTube だったりとか何万人の登録者数がいたりすると、 CM がスポンサーがつくわけですよね。っていう感じでやったりすると、何にも作ってないけれどもアイディアやってるだけですよね。なので僕自身がやったコピーライティングのサービスはこれなんですけども、実際に冊子が2つ出てるんですけれども、これは実際に Amazon とかでも売ったことがあるんですけれども、自分たちが見てきた新聞広告とかネットの広告をスキャンして、そのまんま冊子にしていって解説していったってだけの本ですね。これだけ。このヘッドラインは最高。そう、まとめサイトです、要するに。なのでそれを、例えばこのヘッドラインっていうのはこうだとか、ここはジョンソンボックスって囲んでるところなんですけども、これを点線にするよりも例えば棒線にした方がよく見えるとか、逆にお客様の声のところを統一性、要するにお客様の声のところで自分が右にいてお客さんたちが左に立ってる写真よりも、お客さんたちを右にしていった方が権威性が上がるとかって解説をしているようなものがあったりとかで、いい広告も悪い広告もそのまんま載していて、もちろん面白いもんで、僕が一応そのダイレクト出版というところで一緒に仕事をしている時にやった冊子なんですけれども、全部何もかも解説しているだけのただのアイディア本ですね。これが1冊何本ですか、25万とかだったんですか、はい、結構売れましたけれども、でそんだけ。なので何にも作ってない、自分らで集めてきてパチパチパチって変な話ストックしていって、250ページになって解説し、勝手に解説しただけ。そうで、企業としても、で企業になんで許可を取らずにそれでできたかって言ったら、褒めてんやん、この広告めっちゃいいよって。要するにこの冊子を打って宣伝をしてしたってんねんから、文句言うんじゃねえよバカみたいな感じで出してたんですよ、僕らとしては。なんでこれが酷評だったら悪いんですよ、逆に。けれどもそれをつなげていって、要するにクリエイティブじゃなくてコネクティングしていって出版をしていたってだけなので、何にもやってない、僕何にもしない。ただこの広告いいっすね、
この広告ちょっと載せてみましょうかみたいな感じでつなげていただけなので、全然何にも生み出してないんですよ。何にも生み出さずにつなげていただけなので、ぜひですね、商品はないけれども何したらいいですかねだったら、拾ってきて勝手に値段つけて売ればいいんじゃないですかって感じで。僕もしやるんだったら、その辺にあるような、なんかわからへん、コーラ 2,3 本買ってきて、すっごいちょっと重いワインの瓶もいっぱいあるんで、瓶もらってきてやって勝手に封していって、これ新しい新種のワインなんですよ。でコーラ3本ってたかたか300円じゃないですか。でもこれ3000で売ると思いますね。この新しいコーラみたいなワインの飲み物3000なんですよっつって俺売ると思いますよ、普通に。でいい瓶に入ってますから美味しそうに見えるんですよねって感じで、もう原価 10% で、リピートせんでしょうね中身、リピートせんでしょうね中、コーラやみたいな、そうやばいと思うそうですね。だから、はい、あの世の中そういう一発みたいな商品はいっぱいあると思いますけれども、まあそのなんか社会的には倫理がどうとかあとかっていうことはまたそれは別のところで勉強してもらうにしても、なんせ自分たちの商品とかサービスっていうのをわざわざ考え出さずに、いや、あの横流ししていくっていうことがあると思いますけれども、僕は結論としてはもう横流しビジネスですね。これやらへんかったら結局経費かかってばっかりですね、はい。例えば情報だったら転用とか、どっかの商品のリンク持ってきて、こんなこと言ってるんだ、この商品はすごくいいですよ、これだけでいいですよね。そう、自分たちがなんかセールスレター的なものを書かなくてもいいわけじゃないですか。そうそう、総理大臣はこうやって言ってますから、その発言がリンクこれですっていうことで申し込みはここですみたいな感じでやったりすると、まさに商品を作らずにアイデアだけパクってますんで、誰の言葉を転用してくるっていうのがとてもいいのかってことはアイデアの転用になると思いますから、横流しぜひやってみてほしいなというふうに思います。この YouTube とかでも結局のところは誰かが言ってることだったりとか、誰かが作ってるものを見て、そこに広告がついて、その人たちに広告費支払われるような仕組みじゃないですか。もうまさにこれですよね。なのでぜひですね、この横流しビジネスっていうのもやってみてください。非常に早く儲かり、リスクなしで、どんどんほとんどの原価かからずに素晴らしいビジネスができるんだというふうに思ってます。そんな感じでぜひ作ってみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。はっ。